はい、皆さんこんにちは、キャラが覚醒するたびに推しが変わっている達也です。しょうがない、全員かっこいいんだもん。ということでね、前回の続きからやっていきたいなと思います。で、前回まこちゃんがね、あ、まこちゃんってファンの間では呼ばれてるらしいので、僕もまこちゃんと呼びます。まこちゃんがなんかこう覚醒しまして、ペルソナシリーズでバイクがペルソナになるのはなんか初めてだったらしくて、ファンの間でもなんか相当にぎわったらしいですね。ということで勉強しよう。よし、知識が上がんねえな。お、バイク型のペルソナか。ね、珍しいね。ほら、我が輩も車になれちゃうし、なんていうか親近感。てめえ、あんちゃんからまこちゃんに乗り換えようとしてるんじゃねえだろうな。バイクだけにブンブン。もしかしてモルガナも？いや、我が輩は人間だから。そこ揺るがねえな。まあバイクも悪くないが、大勢は運べねえからな。確かに。やっぱ我が輩は特別。うん、特別だよ。運ぶ？いや、連れて行く。どうしたどうした？今一瞬頭になんかが。What？ ダメだ。何も思い出せねえ。まあわかんねえもんは仕方ねえか。なんか結構惜しいとこに行ってたよ。今は金城に集中しなきゃな。まことはお前らと違ってクレバーだし、おい、期待できそうだ。余計な一言だ。それにしてもお前持ってるよな。毎回言ってるよな。うん、運が良かった。我が輩も怠けてられんな。モルガナとのコープが、お、魔術師がランク4。にゃんこトーク。かわいい。敵との会話交渉が決裂した時に、敵の形状が動物の類であれば交渉やり直せる。あー、なるほど。確かに中には動物っぽいのいたもんな。え、天狗は？天狗は動物？よし、にゃんこトーク。そうだ、金城片付いたらメメントスの相談もしちゃおう。まことの頭脳なら何か。確かに、そういえばメメントス途中で行けなくなってるところあったけど、あそこも奥行けるようになってんのかな。もしもし。ちょっと寝てるんですけど、すごくかっこつけた体勢で寝てるんですけど。掛け布団ぐらい掛けようぜ。ゆうすけに続いてまこと。うん、こいつずいぶん引きがいいな。果たして本当に引きがいいだけなのか、それとも次回へ続く。何か理由があるのか。まあそう考えるのが普通だよね。まさかな。あ、それがあれか、イゴールさんがいるからってことなのかな。イゴールさんがこう覚醒させてるみたいな。ちょっとよくわかんねえな。ごめんね、呼び出したりして。お、それはいいんだけど、生徒会室に呼び出されるのって新鮮。逆逆。結構緊張するものなのね。私もちょっと緊張してるかな。お、仲直り？仲直りする気なの？あのね。お。私謝りたくて。いやー、あんちゃんはいい子だな。今までいろいろごめんなさい。何のこと？鴨志田の体罰とかセクハラとか、私新島先輩のせいにしたでしょ。うん、まあ先輩だから敬語使おうな。今さら。それ謝りたかったの。本当はずっと。高牧さん、後になって志保が助けを求めてたのに気づいて、何かできたはずなのにって悔しかった。うん、自分がバカすぎて自分のせいにしたくなくて、あの時新島先輩のせいにしたんだ。だからごめんなさい。いい子。ねえ、顔を上げて。私たち似てるんじゃないかな。お、鈴井さんや金城の被害に遭ってる生徒、私誰一人助けられなかった。
でも私は先生たちに言われた通りやってる。だから何にも悪くない。そうやって自分に言い聞かせてた。なるほどね。誰かのせいにしないと自分に価値がないって認めるようで怖かった。だから必要以上に高牧さんたちにきつく当たったと思う。ごめんね。そっか。じゃあおわいこ？おわいこってそうだね。じゃあこの件は終わりでいい？うん、いいいい。やっぱりね、同じグループ内に女性2人がギクシャクしてるとね、男性陣もちょっと気まずいからね仲良くしてほしいな。うん。あ、それとね、価値なくなんかないよ。ちょっと無謀ではあったけど、うん、結果として金城のパレス見つけられたし。そうそう、リュウジよりよっぽど価値があるよ。ああ、ごめんリュウジ配信させられる力だって手に入れたでしょ。全部新島先輩が自分でやったことだよ。うん高牧さんらしい。鈴井さんのことであなたに怒られた時、ずるくてちっぽけな自分に気づいたの。うん、高牧さんいつも正面から言ってくれる。それでやっと気づくの。私結構鈍いみたい。アンって呼んでもいい？お？じゃあ私もまこと照れるな。そこは先輩って呼べや。あね、甘いものでも食べて帰らない？あ、女子トークやってる。じゃあ私おすすめある。セントラル街のクレープ屋さん、森がすごいんだよ。じゃあ半分こする？うわ、急に仲良し。1個ずつ買って半分こずつで2つ買え。はいはい、じゃあ放課後行きましょう。あー、やっぱ女性が仲良くなるにはスイーツは欠かせませんね。お、なんだっけ、牛丸だっけ。今更なんだか新島さんのことなんて呼んだらいい？年上の方への最低限の礼儀は必要だ。こいつはこいつで堅苦しいな。確かにな、新島さんとか、それか新島先輩？そんな気を使わないで、みんなと一緒でいいから。恐縮です。それは堅苦しすぎじゃね？私はもう呼び捨てしてるよ。マジか、なんかあったんか。女同士の秘密でーす。ちくしょう、なんか楽しそうだな。みんなも誠でいいから、改めてよろしくね。では、遠慮なく呼び捨てよう。おい、聞いてるのか？うん、今のは完全に俺が悪い。今よそ見してただろう。それが人の話を聞く態度か。殺気を感じる。あ、これなんだっけ、器用さ上げれば確か避けれる。避けれるか、そろそろ。おい、ふふふ。どうしたどうした、鈍ったんじゃねえのか牛丸。何今の神回避。牛丸のあれ避けるとかマジすげえ忍者かよ。この避けた後にさ、膝ついてなんか何もなかったぜみたいなやつ最高にダサいな。まあいい、授業を続けるぞ。クラス中の注目の的だな。魅力が増してるぜ。ふう、それほどでも首でも痛いんか。やったー、とうとう避けれるようになったぜ。放課後、よーし、警察も手を焼いてる悪党だ。うん、課せられた期日までターゲットの心を盗み出しましょう。ということでミッションスタート。はい、ということで、SNS とこの人毎回体調に変化ないって言ってるな。ほら、あれから副作用出てないとか。どうしよっかな。ずっと未読スルーしてるしな。じゃあ今日は会いに行ってみますか。すぐに行こう。こんにちは。本を読むのにおすすめのメガネありませんかって患者が来たのだけど、うちは眼科じゃない。あ、このセリフなんか前も見たな。治験がしたいです。お、深まるんだ。オッケーオッケー、付き合いましょう。診察室にどうぞ。竹見先生、うん、どうぞ。即効性があるからすぐに来るよ。来る。おい、いい飲みっぷりだね。
まだ焦点は合ってるね。こっち見て。1、2、3、4。まだ来ないか。そんなに速攻性あるの？あ、来た。口の中が燃えるように熱い。腹のあたりがツンとする。来た来た。成分の抑制効果は期待通りだね。思ったより時間がかかったのは体重の要因が大きかったか。うん、やっぱり10代だとこんなもんか。やっぱりはかどるな。理論より実践の方が早い。ちょっと待ってて、データまとめたら次の検査の。お、電話ですよ。もしもし。救急？うちは指定病院じゃないですけど。それに院長は武見泰ですし。あ、何？間違い電話？何の電話？ああ、間違い電話みたいなもんだよ。救急車が搬送先探してたみたい。指定病院どこも満員みたいで。ああ、なるほどね。でも間違えて待ち医者にかけてくるなんて、救命士よっぽど焦ったのか新人かもね。武見泰はさすがに知ってたみたいだけど、そんな有名なんだ。私の名前、業界的なブラックリストにバッチリ載ってるの。そんなのあるんだ。武見泰は薬病神、医療ミスを犯したね。どういうことだ、医療ミス。前の職場は都内の大学病院に勤めていた時の話。病院がうやむやにしたけど、業界的にも今は疑惑の女ってとこ。もしかして怖くなった？まあそんな疑惑の女からよくわかんない薬飲まされてるからだ。そりゃ怖えよ。こんな医者の知見だもんね。事実なんですかそれ。お、既得にさせたのは事実。あ、そうなんだ。まちょうどいい。嫌われてる方が開発に集中できる。じゃあ改めてよろしくね。将来有望なモルモット君のためにお薬のラインナップ増やしてあげる。なんか微妙だな。深まるのはいいけども。販売される回復系薬品に補助効果薬品。へえ、よし。この辺も新しく買っとくか。またな、新しいパルス行くし。もしもし。は？イタリアーナと照り焼きチキン。モスバーガーと勘違いしてませんか。うん、生きてたらまたらっしゃい。あ、そっか、度胸磨かれんのか。あ、それ便利だな。お大事に。はーい。お、いや近いじゃん。すぐそこじゃん。出て、ものの多分数分で電話してるじゃん。モルモット君、ちょっと話があるんだけど。あなた薬のことを誰かに話してないわよね。多分もう、猫には話してるけど。頼りない返事ね。取引した時、他言は現金って約束したの忘れた。こっちも遊びでやってるじゃない。だからそのあたりもっと気をつけて。あ、普通に怒られた。こうわ、普通に怒られたわ。最近薬目当てでやってくる患者がやけに増えてきた気がするんだよね。まったく、どこから聞きつけてきたんだか、ほんと嫌になる。話はそれだけ。それじゃあまたよろしくね。なるほどね。ただいま。雨ね。お、そう、連絡が多いな。金城が動く気配は今のところないな。待ってるだけで金が入ると思ってやがんだろ。向こうには切り札があるからな。もしあの写真が外に出たら、達也が下手すら退学だな。お前らもだよ。なんで俺だけ退学なんだよ。ああ、そういうこと。保護観察期間中。ああ、そっかそっか。確かにね。本当にごめんなさい、私のせいで。もういいって。つうか一番まずいのそっちだろ。ケンジのお姉ちゃんに迷惑が。どうしたら。そこも金城は知ってて織り込み済みなんだろ。返しさせよう。つうか警察も手親か悪党だ。うまくいけヒーローだろ。ハイリスクハイリターンだね。みんなポジティブなのね。そちらの無茶のおかげで改心を狙えてるところもある。今がどん底なんだから自由にあがいてやろうぜ。そんな考え方したことなかった。珍しくリュウジがいいこと言ったな。珍しくリュウジがいいこと言ったな。なぜか2回言う。うっせえ。じゃあリーダー、いつも通り集合連絡よろしく。立場が変われば見えるものも変わる。お、こいつも認知の変化だな。なんかこの猫もいいこと言おうとしてる。とにかく金城を改心させなきゃまずい。みんなお前を当てにしてんだ。頼んだぜ。せやな、頑張らないといけへんな。急に関西弁。川上から、あ、連絡しろって言ってるな。あ、俺が人類で一番嫌いなタイプの気取った男性客がいる。
テレビを眺めていたら正義について議論を見にしたよ。考えたことはあるかい？君にとって正義とは何だろうか？これ前もなんか質問されなかったっけ？わからないです。大いに悩むといい。うん。あ、明智ね。はい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 。うん、帰れ帰れ。二度と来るな。じゃあ、川上先生に連絡すればいいのかな。だから川上先生に連絡できたっけ？あ、そういえば教えていただきたいんですけど、ここで四角ボタンを押すと誰がコープになってるのかを見ることができるらしいですね。うん、便利や。あれ、俺川上先生の連絡先なんてもらったっけ？どうやって連絡するの川上先生に。どこ、川上先生はどこ、川上先生はどこ。あ、なんかすっげー昔のやつシカトしてたな。あ、シカトしてたわけじゃないのね。じゃあどうしようかな。桜さんでも話しかけるか。うん、まだ深まりそうにもないけど手伝っとこう。よし。ほい、様になってる。オッケー。あ、そうだ、この人なんか欲しいんだったよね。紳士的な方へどうぞ。あ、これとか喜ぶんじゃないの。紳士的、どう。お、プレゼントか。ほう、なかなかいいじゃないか。やったーこういうのはいいもん一つ持ってると何かと役に立つからな。ありがとうよ、大事に使わせてもらうよ。いいね、こういうちょっと性格ねじれてるおじさんがちゃんとありがとうよってお礼言えるのってなんかいいですね。あー、3つも上がった、やった。あとコメントで教えていただいたんですけど、カステイラも好きみたいなので次回あげてみよう。あ、やった、次深まるんだ。ありがとうね。うい、お小遣いの値上げだけよろしくお願いします。遊ぶお金が全然足りなくって、写真の流出最近多くない？バイト紹介しようか、すっごい簡単で。うん、いつも通りだね。あ、ノルマきっついぜ、早くかむらねえと。ノルマとかあんだ、どこの社会でも大変だな。お、 20% 超えてる。ねえ、知ってる？新宿に今評判の占い師。あー、占い師ね。知ってる。そういや、そんな噂ネットで見たかも。新宿の美少女占い師とかなんとか、彼女のおかげで事故を回避したとか病気が治ったとか、すごい的中率らしいね。彼女には人の運命が見えるんだって。なら私の運命の相手も行ってみようかな。まあ運命なんてね、先に知ってたら面白くないですからね。うん、新宿の占い師、ひょっとして例の記者に会いに行った時の子か。ね、評判みたいだな。夜ならいるって言ってたし、また見に行ってみるか。夜か。お、ああ、まこっちゃん、おはよう。昨日からずっとペルソナとかパレスとかいろいろ考えてた。あの空飛ぶ銀行なんて金城の性格がよく出てる。確かに足がつかないようにずっと飛び続けてる。他人を決して信用してないってことでしょ。なんか過去にあったのかな。あの調子じゃ中も厳重な警備になってるでしょうね。うん、だから早めに動くべきだと思う。今日もパレスに行ってみない？毎回俺いろんな人にせかされるな。ちょっと考えさせて。うん、俺には俺の人生プランがあるんだよ。リーダーの考えもあるだろうから。そうだよ、年功序列ってわけじゃねえからのうちのグループは。俺がリーダーだ。私も放課後は開けておくからいつでも声かけてね。うん、生徒会の仕事忙しくないのかな。あ、ベッキーだ。誠大丈夫か、金城に脅されたりとか。催促来てるよ毎日、シカトしてるけど。それ大丈夫？怖い人が来てたりとかは？それはない。向こうは写真を握ってる。直に仕掛ける必要はないということか。ってことはひとまず安心で OK？ むしろ不安。そういうこと。ユウスケの言う通り、あの写真はまずいよね。早く金城を改心させないとな。うん、私も頑張る。まあベッキーはな、もう俺に当てたりできないからな。何かあったら口が滑っちゃうかもしれないしな。
メメンテスのターゲット情報ね。お、SNS パレス行くよね。ちょっと考えさせてください。マルキ先生もあるか。どうしようかな。あ、リュウジ、あ、しかもアップって書いてあるから、あ、アンちゃんもいるぞ。いや、どうしよっかな。リュウジもアンちゃんも、まあ今日は女性デーにしとくか。エキチカモルにいたっけ、アンちゃんで。あ、いたいたいた。ヘイヘイ、ね、今日はどうする、息抜きしようよ。息抜きって大丈夫、お宝のつけてないけど。こんなリーダーで大丈夫かな、この組織。まだ大丈夫っすよ、全然全然。まあ達也が言うなら慌てても仕方ないし。それにしても心を強くするってなかなか難しいね。またいろいろ話聞いてもらっていい？うん。お、深まりそう。よっしゃ、付き合いましょう。そう来なかった、井の頭公園。あー、いいとこ。あ、見て見て、向こうカモがいるよ。あれ絶対親子。やっぱりここ気持ちいいね。そんなに遠くないのに渋谷とは全然違う。東京って不思議だよね。たくさん人がいて、たくさんお店があって、すぐ近くに公園があって、カモとかいてさ、何でもあって、でも何にも手に入らない気がして、なんか怖いなって、なんかちょっと鳥肌が立ったけど。すげえすげえ深いこと言うな、あんちゃん。僕もね、九州のど田舎から上京してる身なので、なんか言いたいことわかるな。うん、わかる気がする。あ、そっか、達也もこっちに越してきたんだもんね。あのさ、初めてこっち来た時馴染めなくてさ、どこ行っても人混みで、みんな歩くの早くて、なんか怒ってるみたいに見えた。学校でも外国人扱いだったよ。遠くからよーく見てるので、噂話されて、私の見た目がダメなんだって悩んで、髪黒くしようかなって思ってた。そんな時ね、美術の時間に志保が言ったんだ。高巻さん絵が下手なんだって。下手なんだねって。まあまあ失礼。面白いな。悪口言われたのかなって思ったら、志保はそのつもりなかったみたいなの。思わず口から出ちゃったって。下手すぎてだよ、ひどくない。いいな、初めてだったんだ、見た目について最初に触れない人。それで仲良くなって、その時から志保は一番大切な人。じゃなくて、聞いてほしいことがあったの。それでここ来たの。おお、長い前振りだったな。あのさ、こないだ特訓した時話したでしょ、小さい頃見てたアニメの女怪盗、それで思いついたことがあるの。なに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 、聞きたいな。ふっふっふー、これ期待していいから。あのね、ほら、ヒーローものの番組とかでも世界征服を企む悪役っているでしょ。毎回ヒーローにズタボロにされても絶対めげないで頑張ってる。それって折れない心があるってことだよね。パッと思いつくのはバイキンマン。ああいう番組の悪役見習おうと思うんだ。いいかもな。でしょ、だから私ん、悪役になる、アクション女優になる。ほう、そうきたか。頑張って。応援しよう。あ、応援ありがとう。なんかこの子はずっと勘違いしたまま生きていた方が人生楽しくなりそうだから、うん、正論とかはぶつけない方がいいですね。これ将来の目標にする。将来のことをあんまり考えてこなかったけど、目標1個できちゃった。ありがとうね、そらほどでも。お、これまで以上のやる気を感じる。よっしゃー、ういランク4、脳殺術パート。敵の視線を自分に釘付けにして行動をキャンセルできることがある。え、めっちゃいいじゃん。よし、こういうのがね、ピンチの時に発動とかしたらね、取れ高もあるんですけどね。アクション中に必要なのってやっぱりアクションだよね。そりゃね、腹筋何回ぐらいできればいいんだろう。あ、リュウジがいいジム知ってるって言ってたから聞いとこっと。そうだ、目標できたよって志保にも報告しなきゃ。うん、帰ろう帰ろう。アクション女優か。まあハリウッドとか行けそうだな、帰国子女らしい。
もしもし、私、今って大丈夫？私ってさ、別に運動とか嫌いじゃないし、むしろ自信があった方なんだけど、さっき一駅走っただけでバテちゃった。こりゃ心だけじゃなく、体も鍛えなきゃだね。達也ってさ、体鍛えるために何かやってたりする？カバンにモルガナだけでもだいぶ二の腕鍛えられてる気がするけどあれ特訓だったの？でもよく考えたら実はすごいことなのかも。自然にしてるし。モナ何キロくらいあるんだろう？今度私のカバンにも入ってもらおうかな。僕猫飼ったことないんでわかんないんですけど、5キロくらいあるのかな。よし、私に合ったトレーニングがないかまずは調べてみよっと。早速今からペットボトルでダンベル体操かな。飲みかけのジュースだけど、まあ平気だよね。飲みかけの量によるな。それじゃあまたね。1リットルでも1キロしかねえからな。夜。ただいま。なあ。ああ、そうだね。占い師のところも。クロスワードパズルだ。遊んでみましょう。僕はクロスワードパズルに目がないですからね。芸術方面で際立って優れた人。え？なんだろう。くそ、毎回わかんねえ。ここの盾から行こう。え、赤い実をつける植物。え、全然わかんねえ。難しくない？なんか今回高所恐怖症。あ、これわかる。あ、違う。恐怖ふ、うん、これわかるぞ。で、これはお世話になった先生、恩師でしょ。うん、あいうえおのおは、おは、あったあったあった。おーん、おとんじゃない、おんし、さし、オッケー。横、あ、巨匠か。あ、わかったしょう、うっと、やったー。説明しよう。芸術の特定の分野で大きな結果を残した傑出した偉人を指して言う言葉。ちなみに多作な芸術家として有名な巨匠パブロ・ピカソは本名がとてつもなく長い。よし、なるほど。あれ一度なんか言えるようにやったら飲み会の席とかで受けるかなと思ってなんか覚えようとした時期がありましたけど、なんかもう忘れました。うん、OK、賢くなった。インテリ。よし、じゃあ吉祥寺行きますか。あ、なんか、あ、そかそか、占い師はここか。え、なにここ明けちんの？明けちいた。今日はね、女性デーなので歓楽屋に行きましょう。あれ、なんかいんな。何やってんのお前。ちょっとこいつは無視しよう。あ、いた。俺の目的はこっちよ。ここが占い、噂の占い師だな。占いをしていくのか。占いする。あら、いらっしゃいませ。どうぞお座りになってください。この人かわいい。こんにちは。初めての方ですね。若い男の子なんて珍しいです。語尾伸ばす系ね。私、占いさせていただきます。三船千早と申します。合ってるかな。まずはお名前を聞かせてくださいね。佐藤達也です。佐藤達也さんですね。うん、いい画数ですね。それでどのような相談でしょうか。何を占います？メニューを教えてもらっていいですか、先に。ですね、私のはタロット占いなんですけど、とりあえず初めて3コースにしますね。そんな便利なコースが。行きますよ。ではでは、聖なる力よ、今日の運勢、いらっしゃい。独特な世界。1枚目、ふむふむ。2枚目、おっと、次は？何今の。はい、全部見えちゃいました。湧き出る光、太陽に陰り、放たれし天幕の矢。出ました。うん、お金ですね。今日は金運がいいみたいです。ポイントはお家の中かな。ズバリ5000円。寄り道せず早めに帰るといいですよ。当たる。はい、見えちゃいましたから、運命は絶対です。でもこっちの配置はなんだろう、ちょっと変ですね。佐藤さんの運命の大きな流れ、破滅、それに
囚人？監獄？あ、この人本物だ。こいつは本物だよ。佐藤さん真面目そうに見えますけど、なんだか大きな事件に巻き込まれてます？すげえな。それに、あー、このままだと死んじゃいますね。そんなさらっと言うことじゃない。死んでたまるか。でも運命は絶対なんです。無理ですね。え、それなんか80年後に死ぬとかそういうことじゃないの？ここまではっきり出てるってことは変えようがない運命なんですよ。俺死ぬの本当に。まあでも抵抗する方法ないことないんですよ。え、まさか高い壺買えとか言う数珠とか。なんか取り出したぞ。じゃーん、このホーリーストーンがあれば。詐欺師なのかな。でも当たってるしな。あがなえぬ不幸な運命もなんとかなっちゃうかもなんです。かも。この石は幸福のオーラを詰め込んでて佐藤さんの不幸を吸い取るんです。普段はシルクの布に包んでおいて3日に一度は月の光をチャージしてください。そんななんかソーラーパネルみたいな方式なの。常連の方には勧めてないんですけどね。あなたはちょっと不幸が近すぎるので。いかがですか。お値段はなんと10万円ぽっきり高えよバカ。これで不幸がなんとかなるなら安いですね。本当に効果あるのそれ。ありますよ。買わないんですか。そうですか。残念です。まだお若いの。ちょっと俺買わない選択になったの今。ただいま。おお、帰ったか。待ってたぜ。どうした。おご主人妙に機嫌がいいじゃないか。こんな時間にどうしたんだろうな。達也、高速。あれ、まさか本当に5000円くれるの。しょうがねえな。お、どうした。この前のペンケースが効いてるか。あ、なになになに。どうせ競馬で当てたとかパチンコで買ったとかあぶくゼリだろ。マジかよ。なんだ、5000円だと。宝くじって小さい。あ、宝くじか。でも俺10万当たったからな。大こぼれだ。いくら当たった。俺10万だけど。小さいのだよ、小さいの。まさか5000円で不満だとか言うんじゃねえだろうな。あとは任せた。やった。これってまさか占いが当たったってことか。きっとそうだ。すごい。金額まで当てたよな。あの占い師千早だったか。本当の本当に本物なんじゃねえか。だったらやばいぞ。お前死ぬとか言われてたよな。おい、また千早のとこ行こうぜ。もっといろいろ占ってもらえよ。そうだ、我が輩のことも占いで。お、いや、なんでもねえよ。本物かもしれない。確かホーリーストーンは10万円だと言っていたが。まああるけどさ、10番あるけどさ、俺が一生懸命宝くじで当てたからだぞ。はあ。お、今日は雨か。お、本読める。久しぶりだな。なんかじゃあグッパーガールにするか。個性派女子が愛読するファッションガイドブック、1ページで読めるし。タケノコガールズニョキニョキ増殖中と書いてある。住み取られろ。おい、む、原宿のタケノコ通り。派手な色合いのお店が多いな。最先端のファッションが学べるみたいだな。男は中身で勝負と言いたいところだが、テーマパークみたいで面白そうだな。社会勉強に誰かと言ってもいいかもな。あ、デートスポットが増える。やった。誰ともデートしてないけど。お？うん。またまた行ける道がどんどん増えてくね。場所が。説明しよう。ファッションの中心地である一方、食べ物の流行の発信地としても有名。個性的なファッションの街、タケノコ通りは個性的うるせえな。ファッションの若者や外国人など観光客も多く集まる。よし。僕は半年前ぐらいに原宿にある豆芝カフェに来ましたね。とても可愛かったです。外国人がいっぱいいました。タケノコ通りを好みそうな相手とかいるっけ。あんちゃんでも原宿好きそうだな。今度誰かを誘って行ってみようぜ。よし。梅雨か。あ、なんか久しぶりだな。犬に、この時期は雨続き嫌になりますね。そうそう、てるてる坊主が元は女性だったなんて知ってましたか。出家したのかな。一説によるとその由来は中国の、創生符という女子の紙人形。
それが日本では晴れ恋をする中堅者や僧のイメージから男になったそう。古今東西、政治や宗教上の理由で性別がねじれたという話はよくあるんです。あ、また俺だ。図柄を当ててください。質問です。このタロットはヨハンナという女性。あ、ヨハンナってあれだよね、まこちゃんのやつだよね。モチーフにされたものです。ではこの女性の身分は何だったのか分かりますか？霊媒師シャーマン。あ、コメントでこれネットワークで人の答え見ることができるよっていうのをねコメントでいただいたんですけど、ちょっとなんかやっぱりこうカンニングしてる気がするので自力で当てたいなと思います。まあなんかこのどっちかっぽいけどな、強行ではないでしょう。まあちょうど今占いとかやったし霊媒師って言っとくか。違います。違った。何？あ、標高なんだ。へえ、まあ上級者向けの問題でしたね。彼女の身分はローマ教皇ですが、教会で女性は司祭以上の職に就けません。なのでヨハンナは伝説上の人物、もしくは反教会のシンボルとも言われて考えられています。反教会か。へえ、いやいやいや、上級者って言ってただろお前、聞いてたのか犬の話を。仕方ないじゃん、だって彼、あ、やば、こっち見てる。くそ。伝説によるとヨハンナはアテネから連れてこられた男装の少女で、その賢さはローマ中の評判となり、やがて人々に望まれ教皇に選ばれます。ですが彼女であることが発覚した途端、女性であることが発覚した途端、彼女は民衆に石を投げられ死んでしまう。めちゃくちゃ嫌な死に方じゃん。この事件は教会にとっていわばタブー。結果ヨハンナは歴史の表舞台から消えたのです。できるやつに男とか女とか関係ないだろ、たく差別しやがって。あ、なんかこれまこちゃんのにもなんかちょっと通ずるものがあるな。まあ女性でね、生徒会長っていうまあ権力をね持ってるけど、まあできるやつに男とか女とか関係ないからな、本当にな。面白。さあ放課後と、さあ今日はパレス行くよねってはい、ということで今回はここまでにしておきましょう。まあ16日ありますし、まあ、パレスだけを攻略しようと思ったら多分5日ぐらいぶっ通しでいけばねクリアできちゃう気もするんですけど、まあそうするとね、うん、まあバランスが悪いのでちょこちょことこんな感じでコープとかねイベントをやりつつ、まあ徐々に、パレスにも行きたいなと思っております。では今回もご視聴いただきありがとうございました。最近季節の変わり目でね、暑い日だったり寒い日が交互に来てたりとかするので、皆さん体調管理にはお気をつけください。まともなこと言うチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではバイバーイ。